こんにちは、ゆうです。バズワードのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、お久しぶりのバズワード通常動画でございます。はい、7月からね、本当は通常動画をお届けしたかったんですけど、ちょっと昨日急遽予定が入りまして、生放送22時からランダン2時か3時ぐらいまでやったか、何時までやったかちょっと覚えてないんですけど、僕も、お付き合いくださった方々、あとね、アーカイブ後からねご視聴してくださった方々ありがとうございました。はい、それではね、今月も始まったということで、これのクエスト、13、14ぐらいあたりから登っていこうと思うんですけど、ちょっとバレンタインちゃうわ、バーテンダーとかをね、前々からちょっと使ってみたくて、編成作ってきてたんですけど、まあ、13やったらちょっとオーバーキルかなと思って、でもちょっと15やったらちょっと取り直すのもね、ちょっとまあ、もう時間的に、あ、ごめんなさい、通知来ました。はい。めんどくさいなっていうところで、ちょっと、リクエストね、14からちょっとやっていきたいと思います。それではね、早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、10日、ダキダキ。はい。で、ちょっとね、これ試してみたくて、テンスラーのキャラを入れたやつを。はい。それでは、早速パーティーご紹介していきたいと思います。リーダーのバーテンダー10日にリーダー全体制。で、スケッチ2つ。信号覚醒2つ。信号覚醒に 2way ですね。あとは、伊之助の武器をつけております。はい。変身時に無効化をして、あとは操作時間12秒固定、期限の同時固定、ダメージの 78% 軽減、攻撃力が45倍、4コンボ加算固定、1ダメージとなっております。伊之助でね、チーム HP とスキルと、HP と、あ、そう、7コンボと、補っていきたいなと思ってます。で、こちらがサブの10日ですね。はい。バーテンダー10日、信号覚醒に 2way の圧縮版に、消せない解除にスキルチェーン2つ、あとフォーリングステイスがこのバレンタイン、何だっけ、ちょっとお名前ちょっと ごめんなさい、多分知らない方だと思います、僕。はい。で、これでチーム HP、チームライフ、お邪魔を補っています。こちらがシアートの貴族性バージョンですね。超覚醒に雲、完全雲耐性、上限解放、スキルチェーン2つに、フォーリングドリーム、これバレンタインなんとかのバレンタインポンの武器ですね。はい。で、これでね、盤面を、ね、縮小されたり、あと全ドロップ解除とか、あと消せない場合の核戦後解除も全部解除できるということで、あと、テープ、雲、毒もね、完全に、備えて、ね、常備されていらっしゃるということで、ね、もう最高だと思ってます。はい。君が完璧で、ごめんなさい、やめておきます。はい、こちら、シオンですね、テンスラから。はい。超覚醒全パラ強化に、スキルブーストプラスプラススキルチェーン2つに、コズミックエネルギーですね、こちらが、やってキャプテンマーベルの武器が、はい。で、スキルとチーム HP テープはもういらないんですけど、あとは泥強度になっておりますと。で、こちらがダキですね。はい。属性目覚め、属性無効、属性吸収貫通にスキルチェーン2つ。で、虫柱の通行の武器ですね。で、フレンド3の武器は、フレンド3っていうか自前なんですけど、はい。悪に武器つけてます。電子時にね、2ターンヘイストで、その後のスキルが、2体でね、ループできるというね、はい、お兄ちゃんとお姉ちゃん、お兄ちゃんとお姉ちゃん、僕末っ子や、はい、妹なんでね、はい。で、上限値が76回砲と3食人と。で、リーダースが闇金の同時攻撃 78% で攻撃力が8倍、機械目4攻撃1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算となっております。で、バッチが HP プラスです。はい、それではね、7月のクエスト14とか、ちょっとお気に入ってる感はあるんですけど、はい。もう皆さんね、15から出してはるんで、じゃあ僕じゃあ14と逆張っていこうという精神で、成功！ウルトラマンも何も入ってないけどね。お、ルミエル。魔天使の結界。はいはい。お邪魔はないね、目覚め。予感図か、早速。じゃあシェアと編集させて、編集チャーを好きだけど、弾頭気流の上のマーベル使って、美しく強いようには何をしてもいいのよ、して、どんなお酒がお好みでしょうか、して、どんなお酒がいいでしょうか、しまして、何をしてもいいのよ、して、はい。で、ここでもとりあえずあれか、向こうかかってあるんで、ちょっとね、久しぶりに10日とだけ使うんで、はい。あれか、LG が実装される前に使ったのかな、最後。
そうっすよね。極悪をこれで、僕、これで買ったんで。はい。OK。はい。暗闇は、あ、なかった。お望みの味を作って差し上げますと言われてるんですけど、ちょっと待って、もうね、もう、ほんまこれなんか、やる気あるんけって言われたら、どうなんでしょうね。これで多分ね、これで、積もってるはずなんですよ。危ねえ。危ねえ。で、闇ドロップが。はい。はい、まだの5月ね。はい、OK。ここはさすがに経験いらんでしょ、と思って。はい、ほんで、ここで経験。はい。バック調料を使って、はい。はい。あ、これあれですね。シールド破壊のやつ連れてきたらよかったな。14に出てこないでしょ、多分。はい。あ、マジか。この付け方じゃ当たんかったか。よかった、経験貼っといて。でも。はい。はいはいはい。はい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 。オッケーよ。よし、オッケー。で、ここが、お兄ちゃんとお姉ちゃん使って、お兄ちゃんとお姉ちゃんちゃうよね。お兄ちゃんとお姉ちゃんって僕が末っ子なんですよね。はいはい。なんて言ったらいいんやろ。僕、鬼滅ね、そういえば最終回やったらしいですね、この前。昨日は結構コメントでいただいたんですけど、なんかすごかったらしくて、なんか、無惨様がかっこよかったっていう。僕結構無惨様の生産のね、これもね、またガンダムネタになっちゃって申し訳ないんですけど、ガンダムシードのね、ラウル・クルーゼっていうね、めちゃくちゃもう魅力的な悪役がいるわけですよ。あとはそのガンダムウィングのディオ・マックス・エルっていうね、もうデスサイズみたいなね、もう少年心をくすぐるような機体に乗ってる、まあ、パズラには、ね、出てきてないんですけど、そういった機体に乗ってるやつもいるんで、本当に乗ってるやつもいるんじゃなくて、乗ってる、方を演じてらっしゃるんで、はい。そこもね、なんかすごいね、すごく好きなんで、無惨様とか、はい。無惨様とかじゃなくて、無惨様なんよ。無惨様の声優さんなの。そこがね、楽しみですね。僕、結構ね、もう、一気見しよう思って、後から気づかんくて、ほんまにめちゃくちゃ後から見るタイプなんで。ただね、最近、あれはね、ちょっと見たいなと思ってるんですよね。トース様の新しいドラマ。新しいドラマっていうか、僕らのブラックペアンか。あれめちゃめちゃね、ほんま、面白いんで。ブラックペアンだけは見たいの。昨日なんか僕生放送でブラックスワン撮ってて。それあれですよね。なんか別の作品ですよね。ちょっと待って、これもまたないの？ルーレットが取り出せるとか。はいはいはい。オッケー。あとにターンの映像溜まると、はい。お、54になる、ここで。オッケー。じゃあ、シアト行きましょうか。行きましょうか、はい。はい。ちょっと待って、こうで。とりあえず、ちょっと。ちょっと待って。はい。危ねえ。あ、これあれや。なんかのあれや、これ。なんかのあれやん。ゼロークと一緒やん、これ。ちょっと待って、覚えてる。あれや。あそこや。あそこ、何やったっけ。
裏奥町か。裏奥町と同じ。ゼログさんちゃうこれ。じゃあこれ抜いたらなかったんちゃう、抜いたらなかったんちゃう言って抜いてる見えてますけども。ゼロバリア。ゼロストロングス。カウントリミット。あー、なるほどなるほど。はいはい。で、これで貼って。で、一応。いや、まだいいか。はい。いい。最近ね、ひいじになりすぎて、2way が鈍ってるんですよね。おっさん、あ、オッケー。あれ？またね、アシスト、闇とできてんかった、今。あれ？アシスト光線剤つけてんかったっけ？あれ？忘れてきた。あら、変えてきてもうだ。ごめんなさい、アシスト光線剤なかった。どうしようかな、これ。あと2でしたよね。1、OK。じゃあ、ここでもう、弾頭気流行きまして、はい。で、一応、軽減貼っときます。はいはい。パズドラの動画も撮るの久しぶりやから、ちょっとなんか、ぐったぐだ感。まあ、いつもぐだってるんですけどね、僕、基本。血気術のおかげか、これは。へぇー。ちょっと待って。久しぶりにあんまり結構やっつけで、やっつけでっていうか前々からね、その先月のクエストを10日だけで行こうかちょっと悩んでたんですよね。これで、まあある程度そう形にはなってたんですよね。熟成して、はい。びっくりしたわ、今、ちょっと。はいはい、HP は短くされて、少なくされて。消せないね。大丈夫よ。そうか、リーダーさんに、リーダーさんってちょっとバイトリーダーさんみたいに言うなんて。あの、リーダーの方に、つけてたん忘れた。よしよし。で、ここで、あと一旦ね。なんかちょっとこれ、あれですね。軽減発展と大丈夫かなっていう感はあるんですけど。でも、お望みの味を作って差し上げますよ、言ってはるんで。信じていきたいと。なんかここ、あれか。昨日よ、お飯できてんってね。あかんわ、やっぱ使いこなせてへんな、全然。はいはい。また練習しておきます。はい、OK。あ、これで盾張ってくるんや。あー、で、また HP を少なくして。さらに少なく。これは何なんだ、分。でも多分大丈夫なんで、はい。あ、そっか。これ、あれか。抜かんでいいんや。ちょ、待ってくださいね。ほんまね。抜かんでいいんやって言ってるんやけど。オッケーオッケーオッケー。で、ここで、はい。ガッツリいくと。はい。はいはいはい。はいはいはい。はい。はいはい。結構もうなんか、必死やねんけど。クエスト14、10日だけ久しぶりに使うんで、ちょっとあれなんですけど、ちょっと必死やねんけど。よしよしよし。これ先生悩んで、一応軽減はオンになってるから、大丈夫なはず。大丈夫なはず。よしよし。かわいい先生やな、ほんま。で、じゃあ、鉄砕化して、10日も解放しまして、
で、実バックチュー、あ、これちょっとあれちゃう、なんか極悪モチーフにしてへん、なんか頑張ったらなんかあれやな、懐かしいな、めちゃくちゃやって、これめちゃくちゃやった思い出あるダンジョンなんで、はい、はい、イエーイ、オッケー、大さんありがとうございました。しゃあ、はい、こんな感じでね、はい、なんか弾頭技量入れてもねクリアできました。ちょっと動画見ときます。はい、経験値まあまあええか。じゃあ石受け取りましょうか。はい、よし、33個あるんで、ちょ、1回ザマン引いとくかな。ユーザー情報購入歴、はい、無料配布33個31、ちゃう、ごめんなさい、間違えました。はい、全然普通に今ボケてました。はい、もちろん引くのは星7以上確定、星6以上ウルトラマンガチャ、ずっと行きましょう。これで A の出てね、あ、じゃあダイヤは確定なんですね。うわ、マジか、ちょっと待って、久しぶりに10日だけでミラクルな軽減で発動させたお祝い、ちょっとこれはあのね、交換した方がやるよ、ね、まあ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 、銀河スパークか、ストーブって。ウルトラドライブ4ターンで最大 HP と攻撃力2倍、4ターンで。ああ、まあまあまあ、武器としては全然、多色僕好きなんで、使えるとは言ってないんですけど、好きなんで、はい。まあ嬉しかったですね。はい。それでは今回はここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。もしよろしければね、動画の感想や、評価を。そして、よろしくお願いいたします。あと、概要欄にあるね、X や、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は、銀河スパーク でした。ちょっと、もう一回やらせて、今回のお相手は、銀河スパークと、私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。